はい、こちらがですね、60D のパッケージとなっております。こちらがですね、90D のパッケージです。この2つ売りまして、α6400 を。ミラーレスいっちゃいますか。ソニーのミラーレスカメラ、α6400。こちらを購入しました。カメラ OK、音 OK、リアクション OK、用意スタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。しばらくの間使っておりましたこちらのキャノン 90D ソニーに変えたいと思います。約10年間使っていたキャノンからついにですねソニーに変えるということで、なぜ変えたのか理由を説明していきたいと思います。監督、名前の通りですね、自主映画の監督をしております。18年ですね、自主映画を撮っております。一番最初に祖父からもらったカセット型のテープのビデオテープビデオビデオカメラを使っておりました。でですね、専門学生入学時ビクターから出されておりますテープをですねセットして、それに保存するというですねタイプのものとなっております。こちらですね2005年に購入しまして、ここから4年間使っておりました。でその DV テープ式のですねビデオカメラで自主映画を27本も撮っておりました。いやその時ですね、本当に早撮りでですね、撮れるだけ撮っとけみたいなね、とにかく作品を量産する、とにかく上達したいがためにですね作品をたくさん撮っておりました。まあ、といってもですね、まあ、監督自分自身で自作自演映画がほとんどだったんで、バン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 撮っておりました。はい、そして5年後、2010年、 DV テープからハードディスクに直接録画するハードディスクタイプの同じくですね JVC のビクター製のカメラを買いました。ちなみにここからですね、不思議箱屋というですね自主制作団体を作りまして、そこで映画を撮りました。でここで購入したのが GZHD7 というものですね。このカメラではなんとですねたったの5本しか撮っておりませんでした。こちらのビデオカメラなんですが、発売当時初めて家庭用のビデオカメラで 2K の映像が撮れるというですね、そういったカメラとなっております。はい、でそしてその2年後、ビデオカメラで主映画を撮ってたんですが、噂で聞きました、一眼レフで映画を撮るとめちゃくちゃ綺麗に撮れるぞと、まあ、そういう噂を聞きまして、 YouTube で上がってるね作品とかを見ると、ビデオカメラと一眼のレベル全然違ったんですよ。2012年に 60D という EOS の一眼レフを買いました。でこちらですね、監督の自分で撮りました自主映画 Love is Blindという映画の中の、例えば花火のシーンとか回想シーンで実験的に使いました。でその後に撮りました全編一眼レフ作品で、このですね EOS60D の期間が結構長くてですね、2020年まで使っておりまして、約7年間もですねこの EOS60D で実写映画を撮ってきました。でその数なんと40本もこの一眼で撮りました。今現在はですねサブカメラとしてこちら、2019年一眼レフの最終形態が出るというですね噂を聞きまして、このですね 60D の後継機種、まあその後にですね70とか80とか出てるんですけども、 90D というですね今このカメラです。このカメラが発売しまして、2019年末に監督ですね購入しました。このカメラの大きな違いとしては、今まではですね 2K 画質で撮っていたんですが、 4K 画質というですね超高画質な映像が撮れるというわけで、その時ですねちょうど自主映画を休止しまして、まあ監督ラボ用に実際買いました。このカメラですね、購入当時に買ったので、まあ、ほぼですねオープン価格の19万円ぶち込みました。2020年、友人がミラーレスカメラを買いまして、そのカメラを使った自主映画を撮る企画がありまして、その映像を見て、ちょっと待てよ、これ結構よくね、画質めちゃいいじゃんって思いまして、まあ、でもね、その時はですね、まあ、19万円の一眼レフを買ったばっかりですから、あ結構いいんだね、いいじゃんっていうですね感じで終わりました。まあそんなわけでですね、監督自主映画を撮る際は今使ってます 90D とこの 60D 2つ使って、ただねこの 90D はですね 4K 画質なんですけども、こいつは 2K なんですよ。ということはですね、まあ、本編を撮るんだったらこいつで、メイキングとか使う時に、まあ、60D というわけでですね、まあ、この2台体制で行きました。そしてですねジンバルですね、ちょっと持ってきます。はい、こちらですね、まあ、まあまあ高かったです。ジーユンのウィービル S というものですね。ざっくり言うと手ぶれがなく綺麗に動くというわけでですね、まあ、三脚スタイルとジンバルスタイルというものをですね融合させた映画をですね作るようになりました。ただねやっぱりそのカメラ、まあ、今回この 90D なんですけども、ジンバルに乗せて調整が多少時間かかるんですよ。でそのね新シーンによって、あここジンバルで撮りたい、あここ三脚に置いて撮りたいっていうですね、その間現場が通ります。
なので役者さんにはその間待っててもらう必要があるんですよね。まあ最低でも2分はかかるんです。うまくいかなかったら5分ぐらい現場が止まってしまうこの状況、なんとかしたい。一番いいのはですね、カメラ、三脚に置くカメラとジンバルに常に乗せておくカメラで、この2つがですね常に現場にあると、三脚撮るぞって言ったらこいつを出す、ジンバル撮るぞって言ったらこいつを出すみたいな、そういう2台のカメラをですね設置したいなと思いました。QDD、ちょうどですね音声の端子が壊れてしまいまして修理に出しました。でその時今撮影が入ってきたんですよ。じゃあどうするってことになりました。まあこの際ミラーレスいっちゃいますかというわけで、ソニーのミラーレスカメラアルファ6400、こちらを購入しました。もちろんお金がないんですよ。というわけで、はい、全部売っ払いまして、このミラーレスカメラを購入しました。あとですね、このレンズは別売りなんですけども、紙レンズというものもですねセットで購入しました。現在ですねその作品もすでに撮っておりまして、タイトルがですね勇者の剣9999、こちらの作品でミラーレスカメラを使った自主映画となっております。まあ、ただその作品なんですけども撮影の順番は違っておりまして、前半がミラーレスカメラ、後半からこの 90D というですね一眼レフカメラ、まあ、ミックス映画ですね。で今後はタロンさん今までありがとうございました。90D と 60D をですね、売りまして、さらにですね、三脚固定版とジンバル装着版で買いたいと思います。くら替えというわけでですね、まあ、レンズとかもキャノンで買ったやつはですね、合いませんので、それも含め全部売った金額で、さらにですね、自主映画環境でパワーアップしていきたいなと思っております。こちらのミラーレスカメラですね、まずこのすごいところなんですけども、ピントフォーカスマジヤバいです。一眼レフでもかなりすごいんですよ。でもミラーレスカメラやべえ。本当に紙レンズの効果もかなりあるかと思います。人物の顔をピント合わせたらもう背景が綺麗にボケるのね。まあ、これはかなり映画的。そしてですねこのカメラすごいのがトラッキング機能。まあ、トラッキング機能何かと言いますと、例えばですね画面上に監督の顔にピッとピント合わせます。人じゃなくて物でもいいんです。何か動く被写体ピッと押すとこいつにキングされてこう動くとピントが合う。でさらにすごいのがこの上下前後にあったとしてもバチッとしっかりとでピント合わせたまま移動してくるんですよ。この部分はですね今後出す勇者の剣9999でですねもうめちゃくちゃ使っておりますので、ぜひとも見てほしいです。あ、ちなみになんですけども、このですね枠組みですね、これは別売りで買いました。これをつけることによって三脚の穴がいろんなところにあったりとか、あと音声をですねこのまま乗せる際ねジンバルをつけるとこう上げる時に干渉してマイクがぶつかるんですよ。だからこういう時にこっち側かこっち側にですねマイクをつけるですね、まあ、詳細は概要欄に貼っております。あとですねびっくりしたのが一眼レフの音声よりも音がめちゃくちゃ綺麗に撮れます。マイクなくてもこんなに撮れるのってびっくりしました。続いて軽い、この今使ってます 90D が約 700g、 ソニーミラーレスボディだけで 359g です。ジンバルの調整って重ければ難しいんですよ、微調整が。軽ければその分だけちょっとの調整でできちゃうので軽さはやはり正義です。そしてやっぱり価格が安いところ、 90D に関しては発売当初19万円だったんですが、今はですね少し下がりまして14万円になりました。対するアルファ6400、約10万円あればボディだけ買えます。というわけで映像の比較として、まあですねソニーのミラーレスカメラに切り替えていきたいと思います。はい、というぐらいですね、こちらがソニーアルファ6400と紙レンズを使っております。見てわかると思いますが結構グレーがかってると思うんですよ。でこれはログ撮影といって濃淡を抑え気味にした撮り方です。これをカラレコといってですね色を加工しますとこんな感じになります。はい、いかがでしょうか。これがソニーミラーレスの凄さです。で、すごいのがですね今ですね顔にトラッキングされています。ここから下がっていきます。下がっていってもピントが合っている。ここに来てもこっちに来てもちゃんとですねピントが合っております。すごいんですよ。音声テストです。まずですねこちらが EOS90D の音声です。こちらが EOS90D です。続きましてこちらが α6400 です。ほとんど同じ位置に置いております。ミラーレスの方が音がいいかと思っております。いかがでしょうか。今ちょっとこの動画を撮ってて思ったのは、キャノンのバリアングルモニターはかなり使えますね。ソニーに関してはですねここからこう来てこう来て、さらに最大でこうなんですよ。なんでちょっとここがね見にくくなってるんですよね。ここね見てください、このポケ感。今でレンズの先端に合わせます。この見てこのポケ感、ちょっと汚いんですか部屋と。今ですねこいつにトラッキングしてます。で
ここを回すと、常にこっちあって、もう背景は綺麗にボケてる。まあ、これこそね、映画っぽい映像が撮れます。キャノン、今までありがとうございました。今後はですね、ソニーミラーレスカメラを使って、この YouTube の動画と自主映画撮っていきたいなと思っております。このチャンネルではですね、自分が大好きなものを厳選してお届けしております。共有したいことですね、こういった動画出しておりますので、ぜひ興味がある方はですね、チャンネル登録まだの方はポチッと押してください。あと高評価していただきますと大変嬉しく思います。ではまた次の動画で会いましょう。こちらがですね、2019年の2月、こちら新しく発売されました2021年の9月の17日に発売されました ZV-E10 開会した理由を熱くテンポよく語っていきたいと思います。